一手間かけた分、いつもより幸せなおやつタイム。甘くてサクサクの揚げもみじ。みんなも試してみてや。今日作っていくのはこちら、揚げもみじでーす。もみじまんじゅうをサクサクに揚げるんじゃけど、この揚げもみじキットがあれば、お家でも簡単に作れるんよ。セットの中には、8種類の味のもみじまんじゅうと、揚げもみじ専用の粉、そして竹串が入っています。まず、ボウルの中に揚げもみじ専用の粉を全部入れて、冷たいお水を一気に入れます。ほいで、ダマがなくなるまでしっかりと混ぜます。これが衣になるんよね。そしたらそこへもみじまんじゅうをイン。しっかり衣をつけてあげます。次に油を180度になるまで温めます。油が温まったら衣をつけたもみじまんじゅうを投入。そのまま20秒揚げたらひっくり返してさらに20秒。その後は10秒ごとにくるくるひっくり返してきつね色になるまで揚げていきます。8個とも同じ揚げ方で大丈夫です。揚げたてはバーリ熱いけ気をつけて使わさい。出来上がったら専用の竹串に刺していただきます。一手間かけた分、いつもより幸せなおやつタイム。甘くてサクサクの揚げもみじ、みんなも試してみてや。作ってみたよーって人がおったら、感想もコメントで教えてください。